え小山野先生株のご紹介どうもありがとうございます、えー、青森県で開業しております梅原和弘と申します、えー、今回は、えー、この ITI コングレスジャパンの大会長であります、えー、船越先生それから、えー プログラムディレクターの勝山先生にこういう機会を与えていただきましたことに非常に感謝いたします。それでは私のパートの部分を少しお話ししていただきたいと思いますが私は1964年東京オリンピックがあった時代に生まれたんですが当時は電話もこうしたダイヤル式のアナログそれが今やもうすでにこういったスマートフォンさらにはこんなですね 時計に電話がついてしまうといったアップルウォッチというものも開発されるような時代になりました。私は昔からちょっとスウォッチフリークというかスウォッチの不安だったので、未だまだ Apple Watch には手を出していませんが、デジタル好きの私としては次の時には Apple watch になっているかもしれません。まあ、とはいえ、歯科界も同じでして。 時代とともにまだ大日本の大学ではこうした間接法といったものを教育しているわけですが今や欧米ではすでにこういったデジタル化による学生教育ということも行われているというふうに聞いていますで。私は今回このようなテーマの中で3つのことをお話ししていきたいと思っています。1つはデジタル化の現在。もう1つはデジタル化の臨床応用。 そして最後に、まあ、これから起こりうるデジタル化の将来といった点を踏まえてお話をしたいのですがタイトルに「包括的」という素晴らしいタイトルがついてしまいまして私も非常にこのセッションでどういうふうにすればいいのかというふうに悩んだんですが今回私が提示する内容は一つの症例を包括的に治療するというだけではなくデジタル化そのものを包括的にとらたそんな発表をしたいと思っております。